お前よく綺麗に6等分できるな。別に大したことではないでしょ。ああ、ほんとだ。ユキノンって A 型？何を根拠にそんなことを。いや、だって几帳面だし。雪の下のは几帳面って言わない。これは潔癖症とか完璧主義者とかそういうのだろ。バカバカしい。血液型と性格に何の因果関係があるのかしら。あ、でも僕 A 型だよ。結構細かいところは気になっちゃうな。そうか。戸塚はいいお嫁さんになりそうだな。もうからかわないでよ、八幡。どうでもいいけれど、私と随分扱いが違うように思うのだけれど。ふむ。だが、あながち間違いでもなかろう。AB 型は裏表が激しいという俗説があるが、言えて妙だな。かくいう我も、ふとした瞬間にもう一人の我が目覚めそうになる。くっ！こんな時に！沈まれ！我の右手！お遊戯的なことなら外でやってもらえるかしら。だいたい由比ヶ浜さんは何型なの？私O 型。大雑把の O ですね。なんだそりゃ。じゃあ A 型は A 雑把なのかよ。まずいわね。由比ヶ浜さんが O 型だとすると、血液型占いに信憑性が出てくるわ。えっ、ちょ、私そんな大雑把なの？由比さん大丈夫ですよ。小町も O 型ですから。何をもってして大丈夫って言ってんだお前。え？ああ、もしもの時輸血できるとか。適当だわ。ますます信憑性が高くなってきた。そういうユキノさんは何型なんですか？やっぱり A 型？ B 型よ。あ、俺今日から血液型占い信じることにしたわ。何か含みのある言い方ね。いやー、だってお前超マイペースっていうか、わがままっていうか、傍若無人じゃん。納得しちゃったっつの。その論法で行くならあなたも B 型ね。兄は A 型ですよ。は？え？おい、その驚き方には悪意を感じるぞ。バキューッ！八幡が A 型！ないないないでおじゃる！こんな適当で時間にルーズで協調性ゼロのポッチが A 型！どう見ても農耕民族の素質ゼロです。本当にありがとうございました。くそ、殴りて。ごめん、八幡。僕もちょっと意外だったかな。とつか。あ、でも、大変なことになったら、僕の血をあげるから。とつか！よかった。引きがやくんのおかげで、血液型占いの全てを否定できたわね。だから、そのちょっといい笑顔でそういうこと言うのやめろ。傷ついちゃうだろうが。あ、ごめんなさい。もしかしたら、複雑な家庭環境があって血液型を偽っている可能性もあるものね。遷慮だったかもしれない。謝るわ。実の妹がいる前でそういうこと言うんじゃねえよ。実妹じゃないって分かったらどうなるか分からねえだろうが。俺がそれもうシスコンっていうか、ただの変態だよ。まあ小町的にはそれはそれでありなんですけどね。あ、今の小町的にポイント高いかも。社会的にポイント低いよ。この子もちょっと変だ。やっぱり兄弟だ。いや、小町と兄は血液型違いますけど、性格は割と近いですから、やっぱ育ってきた環境なんじゃないですかね。そうそう、セロリが好きだったり多くを求めたりなっちゃうよな。どう育ったらこうなるのかしら。一度ご両親に会ってみたいわね。ぜひぜひ。ユキノさん紹介したらうちの両親感動で泣いちゃいますよ。ん？なぜかしら。え、なぜって、それはお兄ちゃんの。引きがやくんの？うん、なんでもないです。おかしいな、フラグ立ってないのか。あ、私もちょっと会ってみたいなーなんて。キュン。ユイさん、ぜひぜひうちに遊びに来てくださいよ。既成事実、既成事実。うん、やめとけって。うち猫いるし。お前猫苦手じゃん。しまった。そうだった。あ、八幡の家の猫かわいいよね。そうか。ふてぶてしいし、名前呼んだら尻尾で床ダンって叩くし、夜中ピチャピチャ水飲んでる姿マジで妖怪っぽいぞ。あと帰ってきたら足の匂いくんかくんかスーハースーハーするし。かわいいよ。うん、また触りたいな。家行ってもいい？おう。そのうち両親がいないときにな。なぜそこに限定したのだ。引きがやくん、
私も。あ？なんでもないわ。それよりケーキ切り分けたのだから食べましょう。うん、そうだな。お待ち、フォーク取ってけれ。はーい。猫。